ね。今日ちょっと早めに入ってね、はい、前の仕事の関係で、うん、で日本シリーズ見てたんだけどさ、はい、見てましたけど ね、 ねえちょうどいいところで俺たち入ってきたんだよね、あのスタジオの9回の表のワンアウト満塁、うんうん、今日のです、ね、今日の一番のね、一番のいいあそこさえ見てればよかったんじゃないのっていうところで、ね、いいんでしょあれで、うん、来たね、うん、すごい終わり方だったね、あれね、パッともちょっとあれだね、あれってね、そうだ、野球全く興味ない人は多分見てないから分かんないと思うんですけど、まあ、うん、本当に走塁妨害っていうね、そう、あ、守備妨害、そうね、そうですね、守備妨害、うん、守備妨害っていう最後の最後がね、そう、そう、なんかこうすっきりしないやつで終わったんだけど、終わりましたよ、だから優勝決まってる間にこの阪神の監督が抗議してるっていうね、そう抗議してるけどもソフトバンクはみんな喜んじゃってるからもうどうしていいかわからない感じだもんね、あれもう、 そうね、もう戻れないでしょあれは、まあ、守備にもね、うん、ああいうのにはああいうチャレンジみたいなのないんだね、なんていうのああいうビデオでそういう判定をするってやつ、そうね、あれって何1日1回とか決まってんだっけ、なんかレスリングって決まってるよね、なんかね、なんかあったね、あれもうやってんのかな、いやホームランには確かあったような気がしましたけど ね、 ね、 うーん、ねえ、あれちょっとなんか嫌な終わり方で、嫌な終わり方だ ね、 ね、あれも審判も困るよね、あれだって多分審判が取るってことはさ、そうなのよ、うん、あれ結構明確だから、はい、アウトのタイミングっていうのはさ、あるじゃない、うん、普通の例えば一塁に、ランナーが走っていって、うん、ホームベースを踏んだ瞬間とあと一塁手が球を取った瞬間、うんうん、ここがどっちが速かったかっていうのはさ、まあまあ本当に分かんない時あるじゃん、うん、ちゃんとビデオ判定しないと、うん、でもあれはきっと明確に内野の守備の方に選手が入ってると、うん、一歩でまたは入ったらダメなのよ、うん、で多分入ったのを確実に見てんだろうね、多分まあ線そのライン上に一塁 の、 あの審判っているからね、いるからあの、ね、ええ、でもなんか俺見たらさ、さっきもちょっとニュースで、うん、まあ、ブス当たりました選手にね、うん、ソウル、守備妨害で、うん、西岡選手にね、うんうん、当たってその後まだプレーが続いて、うん、こうセカンドランナーがホームインしたとか、うん、いろいろあって、はいはいはい、その後に秋山監督が、うん、抗議してアウトでしょって抗議をしに来てアウトになってるのよ、うん、もっと前に止めてほしくないあれって、もう当たってはもうそんなセカンドランナーがホームまで行くとかいうのもやらずに、うん、その場でもうすぐアウトってやればもうすごい気持ちをまだ気持ちいいんだよね、抗議してからアウトにしてるからってことね、そうそう、そこがなんか嫌なのよ、すっきりしないと、そう、あ、全部やってからのプレーを、ああ、あそこはその場やってほしいよね、あ、うん、そういうのなんかあるでしょ、うん、ずっと考えてるのかな、その間どうしようどうしようって、やっぱ人間だから考えちゃうな、どうしようって自分の判断で当てて怖いじゃん、まあね、試合が決まるプラスそこで日本一も決まっちゃうんだよ、ね、あれやだね、やっぱ審判でしょ、やだね、やだよ、うん、まず疲れないもんね、審判で職業で、多分選手からもすごいこと、ずっと水飲んでんねん、なんかそう、うん、ちょっと喉が渇いちゃった、喉渇いた、うん、いやだから嫌な職業だよ、審判って嫌な職業だ、確かになんか、あんま褒めちゃんとジャッジすることが当たり前で、もしミスした時だけすげえ騒がれるやつだからね、そう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 、だからもう別に名審判みたいな、名裁きみたいなのそんなにないもんね、ない、別にあんま褒められはしない、そうだね、ミスだけクローズアップされるからね、そうだった、正規の大行進だよ、うん、10年20年にもしその1回だけでもそれやったらもう終わりじゃん、そうだ、これ、ね、それかわいそうだよね、家族とかも辛いよ、強いね、うん、審判不足がこの先触れるかもしれないね、やりたくないっつって審判なんかやりたくないっつって、まあなるよ、だからそんだけのものがもらえるんだったらまあやりたい、まあしょうがないってなるよ、そこまでリスクがあるんだから、うん、どのぐらい前になる試合審判のあれって、いやそりゃね、別にどのぐらいくれんの、でもプロの審判になるんだよ、あれって多分審判にもいろんな試験があって、で突破してから多分いろんな草野球はまあないだろうけど、うん、そういう大学高校大学やって、うん、多分実業団とかもやって、多分そこで全部いい結果を残してプロになるんじゃないの、うん、あれプロなのかな、それもプロか、野球の審判はプロでしょ、う
プロだよね。プロ。よく俺高校野球の審判はアマチュアだからダメだとか言うじゃん。うんうんうん。じゃあ多分それを経てなってるわけだから。うん。まあ、厳しいテストがあるよ。ねえ。うん、で審判だからそれなりの給料上がってきてるはずなの。まあ、それなりにはもらってると思うけどね。うん。うん、まあ一類またあれか主審は。うん、一番高いよね。どうしたどうした、はい、あくびでそう。いや、じゃないよ。うん。うん。だからまあ、一日、一試合か。うん。20もらえたらいいね。20万かな。20。そういう契約なのかな、あれ。年間なのかな。いや、一試合。休業制なんじゃないの。一試合いくらとかあるの。一試合いくらじゃないの。やっぱいい審判だけが多分こう呼ばれるんでしょ、多分そこで。じゃあはい、支給されるのかな、このもうそういう連盟がってさ。確かにあんま聞いたことないね。俺もなんかローテーションで、あのほらワールドカップとかもね、よく決勝戦の笛を吹く審判がいるじゃん、うん、有名な人とか、うん、ああいう人っていうのは一試合いくらとかなのかもね。一試合いくらじゃないの。ワールドカップの決勝を吹く審判なんかマジで嫌じゃん。マジやだ。殺されかねえっていうかさ、あの国と国との戦いだから。国と国だし、もう視聴者数がもう決勝なんつったらもう全世界で、ね、生中継みたいな、ほぼね、されるようなところで、決勝の辛いよ。あれだから誤審もあったでしょ、この間ワールドカップも日本人のさ、あれの。あるよ。